き、何の章って書いてあるよ。また本館や。錦立て、錦織か、錦織の章。なんで俺これ立てって読んだの。あと理由やし。それはだいぶ先やろ。あのボンドの話も終わってないのに。まあ、26ね。よし、じゃあ、ちょっとこの辺の、なんだっけ、世界任務上から順番にやっていこっか。マージョリーな。さっき、話したばっかりやけど。いらっしゃい。ここのお宝はすべて一点物ですよ。おお、どんなものを置いてんのや。ないものがたくさん。もちろんですよ。どれもこれも冒険者たちが世界各地から見つけてきた珍品ですから。どうですか。気になるものはありませんか。なあ、その一品物やったら高いのばっかやろ。そんなことないですよ。そうだ、言い忘れてました。ここは物々交換がメインで、モラは受け取りません。そんな原始的な方法で経営は成り立ってるの。工芸品を作ろうと思ってて、でもその装飾に、その工芸品を打って生計を立てるのね。風の印を持ってますか。風の印、何それ。何だっけ。一種の印ですよ。風神は認めた冒険者にそれを送るんです。へえ。それはともかく、風の印をお持ちなら店の商品と交換できますよ。持ってるかな、そんな。あー、これね、なんか宝箱を開いた時に出てくるわ、なんか一緒に。ほら、北陸片手剣の原型、シガ戦士、シガ、まあほら、輪風放浪、高等の王、合ってるかな、全部読み方出るかわからん。これはあれやね。突破素材やね。いるよ。ね、この辺はだって、6個。いけるなら交換しとこう。アンバーとか行くわきとかに使えるやん。あ、終わった。風の印は、モンドのいろんな場所に出現しますから、足りないと思ったら探してみるといいですね。はーい。そうそう、風神からの。どんな装飾品やんか。鋭いですね。説明するとかなり複雑になっちゃうので、装飾と言った方が分かりやすいかなって。うーん、風の印を使うと決めたのにはちゃんと理由がありますよ。ええ、きっと驚きますよ。また驚かしてくれよ。次は風の印をたくさん持ってきてくださいね。はーい。それと何か珍しい宝物を見つけた時もぜひここに持ってきてください。買い取ってくれるのか。次、忙しい冒険者協会、キャッサリン。ごめんなさい、またあなたを呼んでしまって。いえいえ、そう言ってもらえると助かります。なるべく手短に言いますね。オーケー。この間は協会の依頼を達成してくださってありがとうございます。したっけ。おかげで冒険者協会の評判もますます良くなりました。やったっけ。でもその影響で依頼を出す人が増えてきて、正直手が回らないというか。なるほどな。宣伝してほしいの。あ、違うんです。宣伝、気持ちはありがたいですし、確かにもっといろんな人に協会に入ってほしいとは思っています。宣伝しすぎて依頼が多いんちゃうかなって思ったけど、そっか。間に合わない。やっと、やっとじゃないよ。働き手の方や。ちょっと聞きたくて。求人広告出したら。友人に任務を手伝ってもらうことってできますか。よかった、ありがとうございます。友達とにかく説明しますね。今探索派遣なのは探索派遣です。私たちは都市周辺や野外の状況を随時更新しています。例えば潜在的な危険とか地下遺跡の異常状況とか。大事やね。他人からの依頼じゃないので時間の制限はないんですけど、長時間放置すればそれが大きな災いになる可能性もあります。大
確かに重要だ。大事ですね。彼らが協力してくださるなら後の手続きは私がしておきますので。では早速探索派遣について説明しますね。了解。あー、これね。お前ら行ってこい。基本こういうのは20時間でいいでしょう。あ、2人勝利。探索派遣はいつでもできます。仲間は派遣されても一緒に冒険できます。すごいな。探索に必要な時間は何でもいい。異なります。探索が完了した後はこちらで成果を確認してください。冒険ランクが上がると探索できる場所も増えますよ。なるほどね。つまり能力が高いほど背負う責任も大きいってことか。うまいこと言う、うまいこと言う、いいこと言う。やっぱり皆さんの安全のためです。協力してくださってありがとうございます。いいことなんか、うまいことでもないな。なんて言えばいいんだ。派遣してくださいね。で、もう一個キャサリンになんか話しかけれちゃったよな。ジュン、2個あるわ。まあ、全部やっとこう。聞きましたよ、旅人。もう冒険者協会が受けた依頼を達成したんですね。依頼人があなたにお礼を伝えたいと言ってきましたよ。見かけだから助けといただけよ。特に意識はしてない。我らが冒険者の申請ですね。とりあえず簡単に紹介しておきますね。はい。冒険者協会には毎日各地からの依頼があって、ああ、デイリーの話か。それを冒険者の皆さんに配るんです。これが冒険者たちの主な報酬源になります。報酬といえば、協会が特別にボランティアじゃねえんだもん、こっちも。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。うん、ありがたくもらっちゃうぞ。冒険ランクまた上がった、17って。冒険者協会、多分最初に冒険ランクの報酬もらってから、協会には多分あの報酬受け取ってないんだ。17、今に至るまで。なんかやってもらえるじゃん。毎日依頼を一定数こなせば追加の報酬をもらえますから、その時は私のところに来てくださいね。はい。冒険の証には本日達成した依頼数が記録されます。うん。追加報酬は数が限られているのと、当日に受け取りに来ないともらえませんから忘れないでくださいね。了解です。どういたしまして。そうだ、仲間に協力して完了した依頼も追加報酬のカウント対象になりますよ。仲間と協力し合ってくださいね。マルチでもってことか。星と深淵を目指せ。星深淵を目指せ。これね、こうショートカットでこれをして、うん、なんで、あ、オッケー。あ、今日はもうやってるからね。で、もう一個あったよな。冒険は遠いところを目指す。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。新しい依頼、これ終わったらあの冒険ランク報酬もらっとこう。急にボイスなくなった。この勢いで頑張っていけばきっと偉大な冒険者になります。何が、 何か偉大な冒険者になりたいなら一つのところで冒険してちゃダメですよと。もう十分経験を積んだことですし、他のところを挑戦してみませんか。理由以降のキャサリンさんに届けてください。そうやな、あなたはじゃあモンド城のキャサリンやな。小泉公文か。うん。またモンドに戻ってきたらいつも通りサービス投入しますよ。ご心、ご安心ください。絶対に開封しないでくださいね。落としたら面倒なことになりません。星と深淵を目指し前へ進んでください。まあリーグへ行くのはこの、そうやな、だから、うん、モンドのストーリーが終わってからでいいかなと思ってるから。で、多分ね、飼い主曰く探索すること自体はできるらしいんよ。ほら、この辺とかね。でもなんかいいや、これは順当に行きたい派やから。飼い主とは違って順当に行きたい派やから、あんまその飛び散るみたいなのあんま好きじゃないから。
のんびり行きましょう。で、次こいつ。ひまゆせやって。こんにちは。こんにちは。僕は錬金術の研究者ティマイアス。モンドへようこそ。どうも。錬金術。錬金術は古代からの技術で、今でもわからないことが多い。そしてその法則はミステリアスで、僕たちが知る想像分。錬金術なんてものがあるなら、得得したいもんやな。使いこなすことができれば、きっと素晴らしいものが作り出せるはずだ。あれは錬金術用の台？うん、そうだよ。これやな。そうだ、錬金術を試してみないか。そんな誰でも簡単にできるんか。大丈夫、操作はそんなに複雑じゃない。興味があるなら基礎を教えるよ。マジでやるやる。何もできへんやけ。この辺ね。不思議だ。今僕たちが使ってる錬金術は作れるということね。先人たちの方法を真似してるだけに過ぎない。風の翼を使うのに、その作り方まで知る必要はないだろう。錬金術も似たようなもんさ。ただいつもやっとその原理を理解したと思った直後に予想外のことが起きるから。量産が高いもん。いやいや、ちょっと。オイラだけじゃ満足できないのか。残念だけど、今はまだできないよ。生物の生成なんてな、そんな簡単に言ったら恐ろ、そんな恐ろしいことはないからな。冒険してる途中で、古代文明が残した錬金術に関する記録を発見することがあると思う。冒険ランクが上がれば、理解できる配合も増えていくはずさ。なるほどね。どういたしまして。君が得た成果を僕に共有することも忘れないでね。考えとくわ。君たちの旅に風のご加護があらんことを。はい、よっしゃ、冒険ランク報酬受け取りまくろうぜ。工場ガチャできんかな。前間違ってね、収録外で工場ガチャをやっちゃったから、それでドリルが出てるんやけど。あ、弾丸試作やって。星4武器。そんなにもらえんかったな。なんか大量に何かがもらえるってわけではなかった。ちょっとなんか、解放コンテンツ的なの書いてなかった今。それちょっと見とこう。あー、報酬が上昇。冒険ランク上限が25になる。ランク、世界ランク。この世界のランクも上がるってこと？バーバラ。どうも登場。治療なら任せてね。がっかりさせないから。バーバラ。私はビーウェイから来たコックのシャンリン。シャンリンって呼ぶんや。これ得意なのは様々な料理を作ることだよ。はあ、あんなにたくさん練習したのにやっぱり緊張しちゃった。自己紹介の練習しないの。準備万端だ。これ出発しよう。腕試し。残眼試作っていうのは師団の仲間たちもいい。星4やし、どっちが装備させようか。ガイアかヒクアキか。物理ダメージか。通常攻撃または銃撃が命中すると攻撃力と防御力プラス 4%、 継続6秒間、最大40まで 0.3 秒前に1回のみ発動。まあ今ガイアの方がレベル高いし、ガイアにつけとくか。レベルも上げとこうぜ。オッケー。これでだいぶガイアは強くなったんじゃない？よし、じゃあ次は、そうね、次回はね、これモンド美食の旅。まあ多分まだ18番次やもんな。だから次のモンド美食の旅クリアで18にできるかなくらいになってると思うので、
次回はモンド美食の旅をやっていきたいと思いましょう。思いましょう。思います。これはね、またリーウェイに行ってから、また進行させていけばいいかな。はい、というわけで、今回のね、動画も以上で終わろっかなと思います。高評価とね、チャンネル登録してくれたら飼い主も俺もめっちゃ喜ぶから、ぜひともさってな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。随分と長いしたな。